グッドネイバー、連邦で最低の場所、住む場所のない連中は最後にここへ流れ着くのさ。あらあら、ミスター・バレンタイン、私のことなんか忘れたと思ってたよ。たとえメモリー殿から出て行ったとしても、君を忘れることはないよ、イルマ。まあ、あまりはしたよ。ドクター・アマリ。ええ。待って、見覚えがある。記憶誘導よ、ボルト111。そうです。ビンゴね。ちょ、一体何の用事？助けてほしいの、ドクター。ケログという男から記憶を取り出したいんだけど、奴は死んでる。奇跡を頼んでいるのは承知している、アマリ。だが以前にも不可能をやってのけたよな。二人とも頭がおかしいの？死体の冒涜を依頼していることを別にしても、記憶シミュレーターを機能させるには無傷の生きている脳が必要だってことは分かってるわよね。お願い、これをできるのはドクターだけだって聞いている。この死んだ脳にはインスティチュートの知識が詰まってるんだ、アマリ。連邦最大の科学の秘密がそっちにも必要だろうし、こっちも必要としている。わかった、見てみましょう。でも保証はできない。もう持ってきているの？見つけられたのはこれなの？これは何？脳じゃない。これは、待って、それは貝羽ね。そしてそれにくっついているこれは神経インターフェース。この回路は恐ろしく見覚えがある。驚かないわ。今まで見たインスティチュートのテクノロジーはどれも似たような構造だから。やって、ドクター。ミスター・バレンタインは古い世代の人造人間よ。だけどインスティチュートのテクノロジーはそこから変わらない。彼に脳を移植できるはず。でもものすごいリスクよ。彼の脳に別なものを接続する話なんだから。心配しないでくれ、アマリー。どうせ保証期間はずっと前に過ぎているんだから。本当にうまくいくと思う、ニック？全くわからない。だが向こうには行方不明の子がいるんだ。リスクを取る価値はある。準備ができたらミスター・バレンタイン、腰をかけて。年寄りでごま塩頭の傭兵みたいにまくし立てたら俺を止めてくれ、いいか？さてと。ミスター・バレンタイン、ずっと話していてほしいの。認識機能のわずかな変化が危険になりうるから。どう、何か違う感覚がある？チカチカする。動かなくなった。どういうことかさっぱりわからない、ドクター。これを恐れていたの。
記憶の痕跡が高度化されている。インスティチュートの最後の安全装置のようね。移植された記憶にロックがかかってる。そのロックを解除する方法を教えて、ドクター。待って、一人の心では暗号が強すぎる。でも、もし二人の心を使ったら、あなたもミスター・バレンタインもメモリーラウンジに読み込ませる。あなたの認識機能を並行して走らせるわけ。彼はホストとして機能し、その間にあなたの意識が何であれ見つかった記憶を通り抜ける。何を見ることになるの？全くわからない。でも内側側頭葉の一部だけで脳全体がないことを考えると、凝集力がないかも。よし、始めよう。そこに座って、そして指をクロスさせて祈ってね。向こう側で会おう。移植脳とホスト間における脳配送を開始。移植脳から記憶活動の信号が出てる。弱いけれどそこにある。見つけられた中で一番強い記憶をあなたに読み込ませる。それは安定しないかも。待ってて。聞こえる？よかった。シミュレーションがうまくいきそう。記憶はかなり断片的だけど。これから無傷の記憶に踏み込んでもらうわ。インスティチュートの場所につながる手がかりが見つかるといいんだけど。さあ、これが見つけられた最初の無傷の記憶よ。忘れないで。親父は酔っているか家にいないかどちらだった。だから最初は混乱するかもしれない。どこかのレーダーのギャングと行動を共にしていたんだろう。だが本当は何をしているのか知ることはなかった。なぜ母さんがあいつと一緒だったのかわからない。どうしようもないろくでなしでなかった時期もあるんだろう。あの頃はそれぐらいバカだった。世界の仕組みの一体何を知っていたのか。今考えると親父を殺してほしかったんだと思う。殺せばよかった。家を逃げ出す代わりに NCR とその放棄から逃れられる場所を見つけようと心に決めた。だが実際は母さんを親父から守らなかった罪悪感から逃げ出したんだ。今となってはどうでもいいことだな。これで募集全てが加入を決めた。母さんはどういうことか分かっていた。優しくはなかったが、母さんなりのやり方で愛してくれた。そして親父から守ってくれた。その代償は何度かの殴打では済まなかった。家を出てから母さんがどうなったかは知らなかった。知りたくなかった。その時は人は常により良いものを望んでいる。大抵はもっと悪くなるのがオチだが、これは探しているものとは違うみたい。この無傷の記憶は時系列で言うと今あなたがいるところに近いみたい。ほら、それを試してみて。幸福について言えるのは
失って初めて幸福だったと気づくことだ。言い換えれば、自分たちが幸福だと思うことはあるかもしれない。だけど本気で信じてはいないんだ。些細な戯言、次の仕事、何でもいいから集中するんだ。幸福がどんな感じか本当に理解するのは、振り返ってみて、その後に待ち受けているものと比較するときだけだ。大丈夫だ、そのうちわかる。でもここには知り合いもいないし、今は赤ちゃんもいるのよ。頼むよサラ、チャンスをくれないか。ようやく装備一式のついたまともな職に就いたんだ。近頃の NGR では間違いだって言ってるわけじゃない。ただこの人たち、自分がやってること分かってるの？なんていうか、世間知らずよね。だからそういうところに入ってしまったんだ。まあ待ってくれ、数年以内に自分の仲間を率いるから、必要なつながりができ次第。そうすれば欲しいものは何でもやるよ。今まで一度も心配したことはなかったのに。可愛いメアリーにも母性本能が目覚めちゃったんだわ。そんなものがあったなんて。おいおい、あの子によくしてるじゃないか。俺みたいな男が娘を持つ気になった理由が何であれ、娘を持つ資格なんかなかった。一瞬たりとも。それに心配する必要はない。仕事のほとんどは社員の警備だ。こわもてに見せて立っているのが大変さ。その仕事だったらぴったりの人間を見つけたね。彼女に起きた最悪の出来事は俺だった。俺に会っていなければまだハブに残っていて、人殺しを家業にしていない人間と結婚していたかもしれない。俺と一緒になるよりきっと幸福だったろう。長生きしたのはまず間違いない。ここでの暮らしは素晴らしいものになる。このまま続けましょう。次の無傷の記憶につなげるわね。最後はどうなると思ってんだ、ケロッグ。相手には何をしても構わない、仕返しをされることはないとでも思っていたのか。知っての通りだよ、彼らは悲惨に死んでいった。そしてお前はいなかった。何の役にも立たなかった。試してほしい新しい記憶が見つかった。接続するわね。座っても構わないか。好きにしてくれ。どこに行こうが構わなかった。ほとんどは東をさまようことになった。多分サンフランシスコからできるだけ遠くへ行きたかったんだろう。人の悩みを解決してくれると聞いたんだが、合ってるかい？その頃のことはあまり覚えていない。みんなごっちゃになっている。だがほとんどいつも酒場はだんだん近づいているみたい。そいつは世界共通だ。次のを試して。ミスターケロク、アウト決めてくれて嬉しいわ。あんたインスティチュートの人間なんだな。本当にいるのか、この目で確かめたかった。ご覧の通り生きてますよ。結局連邦に流れ着いた。もう行くべき道もなくなってたし、人生に折り合いをつける気にもなっていた。
また他人と関わろうとするほどバカな気を起こしたわけじゃない。世界と自分の問題だった。そして世界が向き合ってきた。何のような？最近ここの仕事に対してかなり破壊的なのが目に余って辞めてもらいたいのです。金をもらって頼まれたことをしているだけだ。それが問題っていうなら、最初の人造人間はそれほど出来が良くなかった。俺はよくできているが、そこまでよくはない。だがインスティチュートはもっと大量に製造できたし、その度に改良していった。インスティチュートについてはあらゆる噂を聞いたことだろう。だが彼らは何か悪いことが起きた時に出しに使われる都合の良い怪物だと分かった。彼らは実在する。確かにそうだが、地表のやり方は何も知らない。何もかも人造人間に頼っていた。彼らにはこっちが必要とする資金があり、こっちには彼らが必要とする腕があった。永続的な取り決めになったが、ちょうどよかった。解決法は一つだけだ。インスティチュートについてはあらゆる噂を聞いたことだろう。近づいている感じ。このうちの一つが何かを教えてくれるはず。何か悪いことが起きた時に出しに使われる都合の良い怪物だと。あ、ほとんど無傷に見えるのが一つある。今接続する。ボルトのコンピューターはまだ動いてる。いけない、これはダメ。急いで他の記憶を探すから、そのまま落ち着いていて。インテリたちは俺みたいな汚染されたクソ野郎から命令を受けるのを嫌がった。だが俺を必要としていたし、俺はそれを分からせてやった。近くのホールだ。あの子を殺さずに済んでよかった。子供を殺した経験がないとは言わないが、喜んでやったことはない。だがこれでよかった。彼の子をさらって彼を生かしておくよりも。その時でさえ彼女を生かしておくのは間違いだと分かっていた。その手の復讐は誰よりも理解していたから。だがその時は戦前のやわなボルト居住者なんか対処できるとうぬぼれていた。たとえ彼女がどうにかして解凍されたとしても、少なくともインスティチュートの奴らがもうすぐ期待しているものを手にするのは分かっている。彼女が俺を殺せるなら、彼らも長くは彼女から隠れていられないだろう。インテリたちは俺みたいな汚染されたクソ野郎から命令を受けるのを嫌がった。だが俺を必要としていたし、俺はそれを分からせてやった。インテリたちは俺みたいな汚染されたクソ野郎から命令を受けるのを嫌がった。だが俺を必要としていたし、俺はそれを分からせてやった。こいつだな。ほら、開けてくれ。終わったか。あと少し。これで全部大丈夫なはずだ。こっちに来て。いや、待ってくれ。いい子ね。何するんだ。赤ん坊を離せ。一度しか言わないぞ。ショーンは渡さない。くそー。赤ん坊をここから連れ出せ。そして
再起動。何が問題なんだ。ほぼ終わりだケロック、あとは確認だけ。よし、もう大丈夫だ。あれをまた体験させてしまってごめんなさい。無傷の記憶をまた見つけたわ。準備ができ次第つなぐわね。あれは息子さん。これはつい最近の記憶みたい。だからいい知らせってことよね。ダイヤモンドシティの真ん中で子供と落ち着く考えはなかった。実際ひどい考えだと思っていた。だが上層部が温めてきたプロジェクトの一つだったのでここにいた。子供と一緒に幸福な家族のように。最終的には気に入っていた。物事が違った方向に転がっていたらこういう人生だったのかもと思わせられた。だが後戻りはない。一時的なもので近いうちにいつもの仕事に戻るのは分かっていた。ダイヤモンドシティに仕掛けられた罠は上層部の入念な計画の一部だ。俺たちはボルトから友人をおびき寄せる餌だということははっきりしてきた。このタイミングは偶然のはずがない。これは上層部のやり方じゃない。結局出し抜かれたってことなんだろうか。やりかけの件を片付けたのか。ケロッグ、いいんだ。いつかお前も自分の頭を吹き飛ばされてこんな風にここに押しかける。一般市民への露出を最小限に抑えることが最優先です。俺が何を言ったにせよ忘れてくれ。新種の人造人間は問題なく人間として通用する。何人かは実際に通用した。だがコーサーは品種改良のために作られてはいない。殺人マシンだ。純粋で単純な。本物の人間よりも賢く強く速い。常にこちらの味方でいてくれたのは助かった。それで今度の大きな危機とは何なの。新しい命令です。私たちの科学者の一人がインスティチュートを去りました。去ったとは。寝返りました。ブライアン・バージルという名前です。輝きの海のどこかに隠れているのは分かっています。これが彼のファイルです。これはこれは責任を取らされるやつは大変だな。生かして連れ戻すのか、それともただ排除するのか。排除です。彼は非常に機密性の高いプログラムに取り組んでいました。冗談だろ、バイオサイエンスボーイズの一人か。まいった。ということはその子を連れて戻るんだな。その通りです。あなたの唯一の使命はバージルの居場所を突き止めて排除することです。父さんの元に返してくれるの。そうです。隣に立ってじっとしていてください。わかった。X688、 ショーンと転送装置の準備完了。さよならミスターケロッグ、いつかまた会おうね。さよなら。
テレポーテーション。それで全て分かった。インスティチュートの入り口を見つけた人がいないのは入り口がないからなのよ。接続を終わらせる。準備ができ次第。どんな副作用が起こるかわからない。これまで誰もやったことがないからね。どんな感じ？大丈夫、ドクター。ありがとう。よかった。でも自分で引き続きチェックして、長期的なダメージがないことを確認しないとね。向こうで何があったか話す気になった？ケロクの一生を見た。人の家庭を壊したやつの、そして私が殺したやつの。そうね、彼は皆と変わらない人間で、どんなに残虐だとしてもそうなる理由があった。それでどんな気分？よくわからないの、ドクター。正しい感情なんてあるのかな。どっちにしても話がそれてきてる。大切なのはインスティチュートの最大の秘密を見つけること。唯一の問題はこれから何をするかね。ケロッグが追いかけることになっていた科学者であるバーチル、あいつを見つけなければ。その通り。裏切り者のインスティチュートの科学者ならあらゆる質問に答えられるはず。彼の居場所はどこだと記憶は言ってた？輝きの海？それは変ね。誰もあそこには行かない。たとえ絶望していても。なぜ？輝きの海はそんなに危険なの？名前が全てを語ってる。放射能、量が多くてあそこでは何も生きられない。好ましいものは何も。放射能ハザードのナビは新しくもないけど、輝きの海は人を秒殺するの。そこがわからないところ。バージルはあの地獄へ逃げていった。被爆量だけでも。バージルを見つけなければならないなら追いかける。行く気なら準備しないと。あそこでは放射能対策が必要になる。輝きの海と呼ばれる理由はそこにあるの。大量の放射能の対策は何かあるの、ドクター？化学製品があるの。ラッド X とラッドアウェイ。持てるだけ持っていくこと。もっと多くてもいい。密閉できる環境スーツを見つけられれば最高ね。あるいはパワーアーマーのスーツでもいけるかも。あれなら完璧ね。放射能を抜ける方法を見つける。心配しないで。幸運を祈るわ。無事で。ところでミスターバレンタインを先に引き戻したの。あなたが目を覚ますまでの間に移植脳を取り去って、今は上で待ってる。ニック、俺の頭の中で探しているものが見つかるといいな。俺は正しかった。冷凍されてる時にあんたを殺しておけばよかった。またやられたいの？やってやるわ。なんだって？何の話をしているんだ？今まるでケロッグみたいな話し方だった。俺が？あまりは記憶の印象が少し残るかもしれないと言っていたが、とにかく問題はない。進めよう。どこか変ね、ニック。
一緒にはいられない。大丈夫だ。だが言いたいことはわかる。ケロックの脳を体験するのはどっちにとってもすごい体験だった。ここで頭を冷やせ。こっちはダイヤモンドシティにいる。あら、バレンタイン。何か用か。行きましょう。そうするか。ね、話してくれ。あら、バレンタイン。何か言いたそうだな。お互い別々の道を行く時が来たみたいね。分かった。じゃあ俺は家に帰るとしよう。